ロバート・フィッツロイは、イギリスの海軍軍人。チャールズ・ダーウィンが参加した2回目のビーグル号公会で、艦長を務めた。また天気予報を実用化しようと試みた開拓的な、気象学者、優れた測量学者、水路学者であり、1843年から1845年まで、ニュージーランド総督を務めた。ロバート・フィッツロイは、イングランドのサフォーク州アンプトンで生まれた。 父、チャールズ・フィッツロイは、陸軍軍人、国会議員で、祖父は首相に就任した第三大グラフトン校、オーガスタス・ヘンリー・フィッツロイ。父方の祖先は、イングランド王・チャールズ2世である。母は、初代ロンドンデリー公爵ロバート・スチュアートの娘で、内務大臣を務めた、カスルリー磁爵の妹である。イボ兄のチャールズ・フィッツロイは、プリンス・エドワード・島、アンティング・ラバー・ブーダの総督などを歴任した。 息子のロバート・オブライエン・フィッツロイは、イギリス海峡艦隊の司令官、海軍少将となった。4歳から、ノーサンプトンシャーのフィッツロイ家の邸宅で育てられた。1818 18年2月22歳で、ポーツマスの王立海軍学校に入り、翌年には、英国海軍に入隊した。14歳で志願して、オーウェン・グレンダウアー号に乗り込んだ。1820年に、南アフリカへ向かい、 1822年1月に帰国した。この公開中にミッドシップマンに昇進した。その後ハインド号に乗艦し、1824年9月に史上初めて満点で試験を通過し、レフテナントに昇進した。テティス号に勤めた後、フラッグレフテナントとして、ロバート・オトウェイ少少式下のガンジス号に乗艦した。ちょうどその時、フィリップ・パーカー・キング艦長の葬式のも プリングルストークス艦長のビーグル号はティエラデルフエゴの測量を行っていた。プリングルストークスはひどいうつで拳銃自殺した。船はスカイリングが指揮を引き継ぎリオデジャネイロに入港した。1828年12月、そこでオトウェイはフィッツロイを臨時の艦長に任命した。1830年11月に船は帰還し、フィッツロイは測量し、 官庁としての名声を得た。調査の間、部下の数人が陸上でキャンプをしている時に、笛後島民がボートを持ち去った。フィッツロイはこれを追跡し、さかいの後犯人の家族が人質として船に連れてこられた。二人の男と男子、女子を一人ずつ抱えることになった。彼らをうまく岸へ戻すことができなかったので、フィッツロイは人質を文明化することに決めた。 宣教師として彼らを返す前に英語とキリスト教の明らかな真実とそして普通の道具の使い方を教えようと考えた。彼らは宣令名を与えられた。女子はフエジアバスケット、男子はジェミー・ボタン、大人の男の一人はヨークミンスターと名付けられた。もう一人のボートメモリーはイングランドに戻り天然痘のワクチンを打たれた後で死亡した。彼らは宣教師。 リチャード・マシューズの関心を引き、1831年夏には国王に越見するのに、1831年5月にフィッツロイはイプスウィッチ選挙区からトーリー党の候補として総選挙に出馬したが敗れた。彼は新しい地位を得て失敗しつつあるようだった選挙活動を組織化することを望んだ。個人的な出費の下で船を借り上げ、マシューズを連れて、 笛エ人を故郷に返そうと考えた。ちょうど友人で海軍本部の水路調査官であったフランシス・ボーフォートと親切なおじ、グラフトン公が海軍本部に掛け合い、1831年6月にビーグル号の艦長に再任命された。フィッツロイは船の装備を整えるために出費を惜しまなかった。フィッツロイはストレスが多く孤独な艦長の立場と前任のストークス。 おじのカスルリー死者が自殺していることを非常に気にかけていた。そこで1831年に、防法トに同情する適当な紳士を探すよう依頼した。その同情者は、科学的な関心を共有し、自然史の研究の機会を生かすことができ、官長と同等の立場で共に食事を取り、ごく普通の友情を育むことができなければならなかった。その立場は、最終的に、 チャールズ・ダーウィンに決まった。イギリスを出発する前にフィッツロイはダーウィンにライエルの地質学原理の第一巻を送った。その本は地球の特徴を全身的に起きるプロセスの結果であると説明しており、フィッツロイは読み終わっていた。さらに、フィッツロイ自身がライエルから氷河による氷石のような地質的な観察を記録するよう要請されていた。フィッツロイとダーウィンは 良い関係を維持したが、5年の公開の間には、フィッツロイが激しい気象を爆発させ、抗論することもあった。ダーウィンは後に、狂気の一歩手前と改装した。1831年3月に、ブラジルのバイヤーで接した、奴隷主の奴隷への振る舞いにダーウィンは、ゾッとした。しかしフィッツロイは、残忍な行為を支持しなかったものの、かつて奴隷主が自由になりたいかと奴隷に尋ねた時に、 奴隷は、いいえと答えたことを話した。ダーウィンは、率直に、奴隷が、主人の前で、そんな質問に正直に答えると思いますかと、フィッツロイに尋ねた。フィッツロイはカッとなり、もし自分の言葉を疑うのであれば、もう一緒にやっていけないと言った。ダーウィンは、艦長のテーブルから追い出されたが、その後でフィッツロイは激高したことを率直に謝罪した。このような口論はあったものの、 航海の間、二人の意見の相違の中に、宗教やキリスト教の教義の問題は含まれていなかった。ティエラデルフエゴのボタンの島で彼らは不況の拠点を築いた。しかし彼らが島を離れて9日後に戻ると拠点は略奪されていた。マシューズは諦め、不況を続けるために島を離れた。フォークランド諸島で調査を効率的に行うために、自分の出費でスクーナーを購入し、 修理してアドベンチャー号と名付けた。再び不況拠点に戻ると、地元の習慣に戻ったジェミー・ボタンだけがおり、イングランドへ一緒に行くことを拒否した。1834年にバルパライソで、ダーウィンがアンデス山脈を探検している間、海軍本部はアドベンチャー号を購入したことを非難した。フィッツロイはひどく憤慨し、スクーナーを売って調査の再確認のために戻ると言った。 それから自分の正規を疑い、艦長を辞めると言い出した。士官は辞任を撤回するよう説得した。フィッツロイは調査を再開し、ガラパゴス諸島、タヒチ、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、それからもう一度バイアンに戻って、軽度の測定をチェックした後、イギリスに帰国した。1836年10月2日、 ビーグル号が帰還するとすぐにフィッツロイは長らく、婚約していた若い女性と結婚した。5年の後悔の間、婚約について一度も話さなかったので、ダーウィンは驚いた。1837年に、王立地理学会から、ゴールドメダルを受賞した。彼の日誌の抜粋は1837年3月に、学会で読み上げられた。波ですり切れ丸まった石、そして蓄積した。 堆積物がこれらの平地の大部分を構成していることは驚異的ではないでしょうか。今パタゴニアの砂漠に埋まる小石。これはフィリップ・パーカー・キング艦長、ダーウィンの記録とともに3観本の英国軍艦アドベンチャー号とビーグル号の調査公開の記録として1839年に出版された。フィッツロイの報告には聖書の大洪水に関して 聖書の信憑性を否定する地質学者の研究を認める見解の章がある。また広大な大地が40日間の洪水の堆積ではできないことを認め、聖書の説明を信じないことを示した。それから彼は、そのような考えが若い水平の目に届くことを懸念し、海を含んだ岩が山の頂上付近に積み重なっているのは、ノアの大洪水の証明であるというような議論によって、 聖書の文字通りの解釈の説明を行っている。フィッツロイはこのように後悔の間受け入れていたライエルの新しい考えから自分を切り離し始めた。そして非常に信心深かった妻の影響もあり、国教会の伝統的な協議を受け入れていった。1841年にダラムからトーリー党の議員に選ばれ、1842年にマージー側の管理官代理に任命された。 ニュージーランドの初代総督、ウィリアム・ホブソンは1842年に死去した。ニュージーランドで強い発言権を持っていた。伝道協会は後継者としてフィッツロイを指名した。彼は1843年12月に着任したが、それは困難な仕事だった。秩序を維持し、マオリの人々を保護し、同時に押し寄せてくる移民の土地の要求に応えるよう指示した。 手元にある軍事力はわずかで、総督府の収入は関税に頼っていたために全く不十分だった。最初の任務の一つは、ワイラー大虐殺の状況の調査であった。彼は入植者の行動が違法だったことに気づき、軍備の薄さにもよって、マオリ側の指導者テラウパラハと対立することを避けた。しかしニュージーランドカンパニーと移民は裏切りだと感じた。その結果、 彼は地域を統制するための管理官を設置した。またニュージーランドカンパニーが購入したと主張したマオリ族の土地に対してより現実的な代価を払うよう要求した。これらの行動によってフィッツロイの評判は悪化した。土地の売買は継続的な問題だった。移民は土地を買いたがり一部のマオリ人は売るつもりがあった。 しかし、ワイタンギ条約の下で土地の売買は政府を仲介者としてゆっくりとしか行われなかった。財政の不足を補うためにフィッツロイは関税を上げ、資産税と所得税を導入した。これらの方策はすべて失敗し、植民地政府は破産に直面した。フィッツロイは空手形を切らざるを得なくなった。一方ニュージーランド北端に住むマオリ族は端に。 追いやられていると感じ、ニュージーランドの変化を不満に思っていた。彼らは、憤慨を示すために、英国機を切り倒した。フィッツロイは問題に対応するのではなく、旗を戻しただけだった。彼らはまた旗を切り倒し、4度繰り返された。4度目に旗が切り倒された時、すでに最初のニュージーランド戦争はかなり進行していた。戦争の早期終結のための戦力がないことはすぐに、 明らかになった。ニュージーランドカンパニーのスポークスマンはイギリスに戻り、フィッツロイの指導力の欠如を証言した。フィッツロイはすぐに呼び戻され、サウスオーストラリア総督、ジョージ・グレーが代理を務めた。グレーは、フィッツロイが必要とした支援を与えようとしたが、拒否された。しかしフィッツロイはお名を着せられなかった。1848年9月に、 イギリスに戻るとウーリッジの造船所の本部長に任命された。1849年3月にはフリゲート艦アロガント号の艦長に任命された。1851年に不健康のため現役を退き、同年ガーウィンを含む13人の推薦により、ロンドン王立協会の会員に選ばれた。フランシス・ボーフォートの下で王立協会会長の推薦によって、 気象データ収集のための新設された部門、商務省の気象局長に選ばれた。これは現代のイギリス気象庁の前身にあたる。フィッツロイは船の船長が情報を集めて報告できるように器具を手配した。彼は何種類もの気圧計を設計して配布し、それぞれの港に設置された。20世紀においても気圧計にはフィッツロイの特徴的な見解が彫刻された。 上昇した時、冬に気圧計が上昇すれば、霧の前兆である。1859年に蒸気クリッパー、ロイヤルチャーター号を沈めた大嵐は、フィッツロイに暴風警報の必要性を感じさせた。イギリス学術協会の依頼で彼は1860年6月6日に政府から認可を受けて暴風警報センターを設置した。彼は、 国内13地点の気象観測結果を電報で集めてその現状を分析して暴風警報の発表を開始した。これは今で言うなうキャストであり厳密には気象予報と異なる。しかし彼は1961年8月1日から気象予報も民衆に対して独断で発表し始めた。彼は気象理論に関しては ドイツの気象学者ハインリッヒド・フェノシ。しかし当時はそれはきちんと理論化されておらず、科学的にも認められていなかった。当時の気象予報には、怪しげな先制気象学を用いたものも少なくなく、気象予報の発表には、政府やイギリス科学界は科学の信頼性を失墜させるものとして反発した。彼は気象予報を科学としてではなく、実用的な技術として、 民衆の役に立つと考えていた。彼は気象予報を科学的な予測と区別するためにフォアキャストという造語まで作った。現在ではこの語は気象予報の意味で広く使われている。また気象予報を体系化するために1863年ウェザーブックに出版した。これは当時の科学的な見解からはかなり先進的だった。彼の死後に統計学者、 フランシス・ゴルトンを委員長とする調査委員会が組織され、その勧告により、一般向けの気象予報は1866年5月28日に中止された。しかし、同様に中止された、暴風警報は要望されて再開されるなどの混乱が生じた。一方で、気象予報は、その後13年間にわたって、イギリスでは発表されなかった。 主の起源が出版された時、フィッツロイは明らかに裏切られたと感じ、理論の発展のために自分が果たした役割を考えて、罪の意識に苛なまれた。嵐に関する報告のために1860年6月30日に行われたオックスフォードの英国学術会議に出席し、ウィルバンフォース司教がダーウィンを非難するのを聞いた。議論の間、フィッツロイは立ち上がり、 聖書を掲げて監修に、人よりも神を信じるよう懇願した。主の起源は彼に、激しい苦痛を与えたと言い,い、監修は黙って座るようのしった。ロバート・フィッツロイ、S グレーブ1863年に引退し、長年の功績によって海軍中将に昇進した。次第に鬱に苦しむようになり、1865年に、叔父と同様、神剃りで喉をかき切って自殺した。 オールセイント教会前の墓所に葬られた。ダーウィンは後に、自伝で、フィッツロイの性格を、こう描写している。義務に忠実で、失敗に寛大で、勇敢で、意志が強く、不屈の精神力を持ち、彼の支配下にいる人々すべてと、熱心な友人でした。重大な欠点で曇りがあったけれど、彼の性格のいくつかは、私が、これまで知っている中でも最も立派でした。 フィッツロイは二度結婚した。1836年にメアリー・ヘンリエッタ・オブライエンと結婚し、間に4人の子供が生まれた。最初の妻が死去した後、1854年にマリア・イザベラ・スマイスと結婚した。二人の間には一人の娘が生まれた。フィッツロイは6000ポンド、現在の40万ポンド相当の財産をすべて公共のために使い果たして死んだ。 これが明らかとなった時、緊急に会えぐ妻と娘を救うために、友人で同僚バーソロミュー・サリバンが寄付を呼びかけ、政府から3000ポンドを拠出させることに成功した。ビクトリア城は、妻と娘にそれぞれが死去するまで、ハンプトンコート宮殿の住居を自由に使うことを認めた。南アメリカ大陸の最南端、マウント・フィッツロイは、アルゼンチンの科学者、 フランシスコモレノによって命名された。西オーストラリア北部のフィッツロイリバーは、かつてのブカジョンロートストークスによって命名された。南米の新幼樹パタゴニアヒバとハラジロカマイルカのア種ラガンリンカス・オブスクルス・フィッツロイはビーグル号公開の間に、ダーウィンによって発見された。フォークランド諸島のフィッツロイも、彼の名にちなむ。2002年に BBC ラジオの天気予報番組が、 スペインの同盟の三崎との混同を避けるために、フィニステレ海域の名前を変えたとき、イギリス気象庁は創設者の名前にちなんで、フィッツロイを選んだ。ジョン・ディ・コックス、嵐の正体に迫った科学者たち10、ロバート・フィッツロイ報われなかった尖閣者、包みこれさと、マル丸ン出版、2013、ISBN 978から4から621087497。 ありがとうございます。